これはね、はい、でこれは、グラブのこのあれを変えるカチャカチャね。それからこれは T です。あ、はい、T で作ったの？ T で作ったわけじゃないんで、あのバラバラになって中でこういろんなもの移動したりするのめんどくさいから。あ、はい、でこれはまあ僕のマークです。これは私がちょうどいつだっけ、これ50?60 になった時か、60になった時の記念に作りました。あ、還暦記念だっけこれ。そうやな、もらいました、ありがとうございます。これは私がシャチが好きなので、ジョイマークが私のためにデザインをちゃんと考えて作ってくれて、で32番は信光の光です。別に赤 T は別に意味はないです。まあこれあのまあ湯原ってネームが入ってます、はい、やっぱ T は何、木の T ですか？木の T です、はい。自然を守りましょう。まあ、あの折れたやつを使うかそのまま使うかです。まあ、あの私は基本木以外は使いません。木だったら折れてやっても土に返ってくれるので、あの障害にはならないのと、あのやっぱりプラスチックとはいうのはね、どうもあの、グリーンの芝を買うモアをね、刃を痛めたりなんかするらしいので、まあ極力気にしてあげてください。それと、はい、大事なものです。はい、大体必ず私は試合中は、最近は数が少なくなって9個になりました。昔は18個ぐらい入ってました。え、18個。まあ1ホール1個ぐらい使ってました。昔はね。え、逆に1ホールで。あの、なんでかというとね、バラタの頃って球の表面にあのアイアンの溝が全部ついちゃうのよ、はいはい、なのでもう1ホール1個ずつでした、昔は。本当にバラタの時代です。バラタの時代で、今も2ピースになってからは大体もう9個です。9個、うん、で現実ほとんど使うのは、6個です。あ、今は、はい、うん、で、まあ、最近はね、昔ほど球まっすぐいかなくなったので、球をなくす可能性があるので9個入ってます。でボールは、いつからかな、去年ぐらいからかな、今年からか、今年から、あ、黄色に変えました。白に見える、よく見えるので。もう最初はね、本当にバカにしてたんだけど、白しか使わなかったんだけど、あのベントグリーンのグリーンの濃いところに乗っかるとね、白よりも黄色の方がはるかによく見える。あ、そうですか。もうそれは衝撃的で、で岩さん本当に深夜になっちゃいましたねってみんなに言われるんだけどさ。でこの32っていうのが僕のプレー番号です、ノーメイトリッツ、はい、多分、おそらく世界で一番最初に2桁の番号を僕は BS に頼んで作りました。あ、うん、でその後だよね、あのレイグランデとかああいうのが00が出たの。あ、そう。それとこれ、あのちょっと僕特別なラインが入ってます。これね、僕のオンネームなんだけど、これね、ずいぶん前にいろいろ考えて、目が悪いので年を取って、真ん中はまっすぐです、両サイドはちょっと外側に向かってカーブしてます。でこれ投影図で撮ってるので、上から見ると平行に見えるんだけど、現実は外にちょっとカーブしてます。ああ、平行に見えますけどもね。だから平行に見えるように投影図でね。あ、で球体なのでね、球体にプリントすると難しいんだよ。となっております。こんなとこですかね。あとは何かあったかな。あとはまあこれ、あの特にシニアはね、もうあのレーザーでの、距離を、やることが推奨されてるので、特にこの
ブッシュネルのこいつは非常に優秀で、温度だとか高度だとかそういうのもね全部出てくるので、まあ、もちろん試合中はね2点間の距離のものしか使えないんだけど、これはもう切り替えて使えて、で特に学生なんか指導するときに今日はこういう天候だからこのぐらい飛ぶぞとか飛ばないとかっていうふうなことも結構分かりやすいので、だからそれにはとても重宝してます。かなり優秀です。まああと押してね、やっぱりその数字がパッと出てくるのもすっごい早いので、ブッシュネルはね、まあ、これは本当に重宝して、これ何代目、俺ブッシュネルはね相当持ってるかな、いろんなシリーズで、最初のこんな、そのもともとこんなだったの、こういう双眼鏡みたいなこんな格好だったの、それから使ってるから、ね、結構長い。そんなとこですかね。別に秘密のものはないです。あとは大体これに傘が入るぐらいかな、はい、うん。その袋自体、これは何ですか。コアの100円ショップで売ってるんだよ。じゃなくて、中に、はい、これね、まあ、何が入ってるかっていうと、これは水絆創膏、セメダインのようなやつ、割れたりなんかした時に貼って、それでね、今日ちょっとここに入ってないんだけど、ロイクプラストっていうね、すっごい優秀な絆創膏があるのよ。それがいつも入ってます。今日ちょっとないです。ドイツ製のやつよね。これはレーザーの電池がなくなるところなので予備、ああやっぱりそう、必ず入ってるね。それからこれはなんかちょっと切ったりするハサミかな、ハサミ、うん、ちょっと物を切ったりするのに必要なんで、これはまあ鉛でしょ。それからあれ、ロイクプラスどこ行っちゃったの、本当に。これはまあこれもハサミだ。それから塩、それからソリタって言ってね、これ蛍光補水液、水で溶かすんですか、うんうん、これはねとても何かの時にいいので入ってます。それからまあ一応お塩、これはね毒虫に刺された時のね、薬です。そんなのも入れてます。はい、それからこれ68番って言って、つぶらの68番って意外とみんな知ってる人多いんだけど、つったりなんかした時にかなりいいので必ず入ってます。あとは下痢止め、それからアレグラ、だからこれはアレルセビエンの薬、うん、これセレコックスってドーピングに引っかからない痛み止めが入ってます。あとはマジック、まあ、これもう一個ハサミが入ってたっていうようなものが入っておりますね。そんな薬入れて、うん、やるんですね。いや途中でなんか急にいろいろあったりとかさ、これも若い頃からこの傾向、ね、そうやっぱりそうじゃなかったら、うん、この度は足りないと。あとそのロイクプラストっていうのもやっぱり一緒に回ってる人が怪我したりとかさ、そういう時にバッと上げたりとか、そういうのも使えるし、いや足がつったーって言ったらこれ飲めとかってできるし、まあ、そういうのに入ってます。今担がせてもらいましたけど、うん、重たい、重いよね、これね。キャディさんやがんじゃないですか、うん、いやだからもうレギュラーはもう基本的にこれなのよ。それで僕らは実を言うとね、これもうキャディバッグを強化してて、それでこれね防水チャックなんだよね、これね昔にね僕がね防水チャックにしようっつって言った名残だと思うんだけど、うん、そうカバーいらないんだよ。ああはいはいはい、ね、カバーをするの僕嫌いだったので、うん、チャックを防水にしてくれって言ったらめちゃくちゃ重くなっちゃった。だからその防水のチャックを これは多分もう明らかに防水だね。ここはほらチャックが、これ防水チャックなんだけど、ほら普通のチャックじゃないじゃん、うん、ね、これね、もともとねブリヂストンってね、僕スキューバやるのでスキューバのモニターもしたことあるのよ、ブリヂストンの、うん、でウェットスーツだとかね、そのレギュラーターとかって随分いろいろ意見言ったんだけども、その時にどうせそういう潜水道具があるんだからキャディバッグに
防水にチャックつけてくれって言ってた。もう随分昔の話だよね。だからすっごく重くなっちゃうのよ。そうするとこれ湯原プロ仕様なんですか。いやいや、だからこれはもう今のレギュラーの子たちがみんな持ってる仕様なわけ。重たいやつなんです。重たい。それで、でやっぱりそのキャディバッグみんなキャディさんが担ぐので、はい、それで強化したるからより重いわけ、はい、それで残念ながらこれは深夜には不評です。それなんでかっていうと、僕らはねもう自分でそのキャディさんを連れていかなくなってるの、ほとんどが。で自分でキャディバッグを、まあ、ほとんどゴルフ場に預けること多いんだけど、やっぱりどちらかというとちょっと心配なので必ず僕は6回持ってくる。6回に入れとくのね。でそうすると6回まで運ぶのは重いと大変じゃない。だからこれの通常の、販売バージョンっていうのがあって、それは全然軽いのよ。だからまあ今あの監督室に置いてある方のキャディバッグはその、僕らしそれこそ僕ら仕様の軽いこのサイズのバッグなんだけど、それはもう全然重さが違う。もうバッグの単体の重さがねもう本当に半分ぐらいじゃないかっていうぐらいに違う。だからやっぱりそのプロの本当に使ってるものっていうのはね強化されてるので重い。しかもこれで夏になると水分、そうだね、水筒ペットボトルが入るわけだからね。であとはもう雨が降ったりすると当然タオルがいっぱい入ったりとかって、まあキャディさんたち大変だよ。すいません、スイカもしていただきました。ありがとうございました。はい。